以上ボタン俺は子どもの頃奈良に住んでいましたそこで体験した話俺が通っていた小学校には地下道がありました地下道といっても 線路の下をくぐるだけの短い通路でした小学5年生の冬俺は地下道で怖い体験をしましたその日俺はスーファミのゲームをするべく一人で井の一番に下校しましたその時に地下道で 押しボタンのようなものが目に留まりました。地下道の壁に忽然と現れた押しボタンのようなそれは明らかに今朝までなかったものです。真っ赤な台座に銀色のボタン。壁にひっついてる一本のコードのような線。極め付けは 非常ボタンと書かれた札のようなもの。しかし普通、非常ボタンというのは丸いボタンだけが赤いはずです。この時点で異変に気がつくべきでしたが、俺は工事があったのかな、程度にしか考えていませんでした。 角道を上がってから俺は嫌な予感がしました街の様子がいつもと違うんですでもこの手の話によくあるような無人とか無音の世界だったわけではありません空の色とかもいつもと同じでした でも街の建物が文字通り一朝一夕でがらりと変わっていたんです。それでも俺はゲームのことを考えると胸が高鳴ってその勢いで家路を急ぎました。しかし俺は国道のところへ出る前にもう 心が折れそうでしたまず遠目にいつも前を通ってるビルが忽然と消えていました勇気を出して近づくとやっぱりビルが跡形もありませんドギマギしながら振り向くとバス停のベンチがプラスチックの 板のものに変わっていましたそこには昔から木製のベンチがあったんですしかもプラのベンチは汚れたり色あせたりしていて全然新品ではありませんでしたベンチの前を通るのが怖くてさりとて ビルがあった場所の前を通るのも怖かった俺は、迂回しました。迂回した道も左右の家とか店が、まるでよその街みたいに変わっていました。でも、年末の工事をしたからだ、とか、必死で思いながら自分を騙して、再度迂回して元の場所へと戻りました。 そうして横断歩道を渡ってビルがあったところの前から家の方へと走りました。こちら側のバス停も変だったんですが、とにかく家へとばかりに走りました。そして俺はすぐ立ち止まりました。カーブを曲がると、 不二家のファミレスが見えてくるはずなんですが、どうにも変です。この時点で俺は人や車の音すら恐怖の対象になっていたので、目立たないよう普通に歩き始めていました。カーブの先に大きい八面体のオブジェがいくつか見えました。 色は銀色で、オブジェの奥には変な形の建物などがありました。どれも見たことがない物体ばかりだし、あれらがオブジェだったという確証もありません。むしろ、単なるオブジェであったことを祈るばかりです。俺はさりげなく、 道の向かい側に目をやって、それからキビスを返して、元来た道を引き返しました。横断歩道を渡ってしばらくして、下校してくる奴らとすれ違いました。でも俺はその時、教室に戻ることで頭がいっぱいになっていて、知った顔を探すなどの努力はしませんでした。 どう考えても異世界でしたから、今思えば現地の子たちと接触をしなくて正解だったかもしれません。どんな社会かわからないのに、身元不明の子としてどこかへ連れて行かれるわけにはいきませんでしたから。途中、先ほどの地下道を通りましたが、 非常ボタンのようなものの意識が、忽然と消えていました。しかも、装置を撤去した工事の跡とか、そういうものは何もありません。俺は、さっき押しておけばよかったかな、と食いつつも、無事に教室に戻りました。 教室で俺と同じ通学路の子と一緒になって再び俺は地下道に向かいました非常ボタンのようなものは相変わらず忽然と消えていますでもそれから地上に出ると町の様子はいつもと同じになっていました バレエ教室が入ってるビルも、不二家の大きいファミレスも、全部無事でした。俺の家も無事でした。その後も俺は、この地下道を使って、登下校を続けました。でも異常が起きたのはこれっきりで、俺は無事に卒業し、 中学へと進学しましたその途中で引っ越しまして近年まではそこには一度も行きませんでした懐かしい気持ちも時間の余裕もありましたがあえて行きませんでしたわざわざ行く理由がないし もし、八面体に招かれているなら、意志を強く持って拒まないといけませんから。しかし、それと同じぐらい、またあの大きくてスマートな八面体たちに会いたいという気持ちも否定できません。自分でも意外なんですが、最近になって少なからず、 こういう気持ちが起きるんです。次に八面体を見るときは何かものすごいのし上がるスタートだというような気持ちがあります。その分後戻りはできないという強い予感がします。俺はそれをこそ 恐れているのかもしれません。根拠は何もありませんが。 〈直接見たわけでもないけど母曰くひいじいちゃんがある年の年末に突然今は何年の何月かと騒ぎだし財産の大部分を処分してありったけの金で NTT の株を買って 数ヶ月後に大儲けをして今があるって話を聞いた。先祖代々から管理していた山すら全部売ったというけど、この話を聞いたとき、ひいじいちゃんはタイムリープでもしたんじゃないかと思ってしまった。なおひいじいちゃんは 十年ほど前に、ああ、そろそろ死ぬかも、とか言い出して、数日でぽっくり行きました。もしも、二度目の人生を送っていたとしたら、それは、いい人生だったのかな。 列車二昔ほど前に温泉巡りをしていた人の話長野県の山奥に行ってひなびた温泉宿でもと車で向かったがとんでもなく濃い霧に覆われて運転に 苦労していたふと車窓の左を見るとやや薄くなった霧の切れ間に川の対岸が見えて奥に何やら長いものが動いていた路肩に車を止めて行視するとそれは木材を運ぶ貨物列車のようだった。 蛇のようにうねうねとゆっくり進む列車の最後に小さくて真っ赤な車掌車のようなものがついてるのが印象的だった再び車を走らせ濃い霧の中を走っていたがどうも曲がるところを間違えたのか川沿いの狭い道路を進んでいたカーナビなど なかった時代だったから地図が頼りだったけど目の前は真っ白だし案内標識もないので見当がつかないからこのまま進むことにしたこの辺りは数年前に大きな地震で山が斜面ごと崩れて大きな被害を出していたのだがその報道もすっかりなくなってしまい 現地に行かないとわからないことが多かったが、人と出会わないので、ほとほと困っている頃に、再び霧の切れ目が現れて、やや離れたところに、鉄橋が見えた。鉄橋は道路なのか、先ほどの列車が通る線路なのか、と思っていると、警笛が聞こえ、 オレンジ色の機関車に惹かれた客車が走ってきた遊園地にでもありそうな列車の空いた窓からは小学生くらいの子供たちがこちらに向かって手を振っていた愛らしく思えたけどよくこっちに気づいたなぁと感心しつつ進むと 集落に出た。唯一会った店で話を聞くと、この近くは林業で栄えていたが、運んでいた鉄道がトラックに切り替わってから人が減ってきているので少し寂しいと返された。はて、 と思い、先ほど列車が走っていましたよね。と聞くと、店の人はやや驚いた顔をしてから、にこやかに笑って、もう塔の昔に列車はなくなってしまい、今ここの道路が線路で、あの建物が駅だった。こんな天気だから、ちょっと何かがいたずらしたのかもね。 返された。落ち着いたけど地震と山の崩れで湖ができたりあちこち落石だらけだから気をつけて帰るようにと見送りの言葉を受けて帰宅したがしばらく経って再び訪れてみると晴天の中で生々しく 崩れた山や温泉には行けたけど、山の中を走る列車はもう見ることはなかったそうだ。 《壊れたものがしばらくすると勝手に治ってることがある》最初は「ピコ」っていう昔のテレビゲームのページが取れてしまったおねだりして買ってもらったものだから。 親にバレないように隠しておいたら、数日後に見てみると、治っていた。割れたフォトフレームとか、破ってしまった漫画のページや、穴が開いた服とか、縫いぐるみとか、数日から数ヶ月置いておくと、買い替えたわけでもないのに、治っていることがある。 あんまり大きすぎるとダメみたいだけど、昔から今も続く不思議なこと。 どうもみなさんこんばんは、ごま団子です。どのお話も本当に興味深く読ませていただいたんですが、最後の治るというお話、えー、特に興味深く聞かせていただきました。読ませていただきましたですね。<laughs> 聞かせていただきましたって。えっ、ー、と、で、その治るというお話、あの、そういえば僕も一回だけ昔あったなぁと思いながらあの読ませていただいたんですが、 あれはそうですね。もうかなり昔の話になるんですけど、あの、僕が小学生の時にランドセルにつけていた、あの、お気に入りのキーホルダーみたいのがあったんですよ。なんだったっけな何つけてたっけなもうちょっと何つけてたかっていうのは覚えてないんですけど、もうすごい大切に、あの、なんかガチャガチャで出したようなキーホルダーなんですけど、それをつけてたことがあって、 で、ある日、投稿してたらですね、そのキーホルダーが、なんか、ポトって落ちちゃって、まあ、友達が拾ってくれたんですけど、で、見たらね、なんか、キーホルダーってチェーンがあるじゃないですか。あのチェーンが、なんか、バラバラというか、なんか、変なところから、スパッと切れてるみたいな、そういう感じで、あんなもん切れないじゃないですか、普通。<laughs> で、でもなんか、スパッと切れてるみたいな感じで、 あの下にポトッと落ちちゃっててあれーと思ってどうしようかなと思ってそのままランドセルの中に入れてその日は帰宅したと思うんですでなんか夕方のアニメとか,なんか夕飯とか食べてたらその存在も忘れてあの眠っちゃったんですけどもそのままお風呂入ったりとかしてでまた次の日の朝ですかねでその同じランドセル書って投稿していた時に友達が ああ、それ新しいの買ったんだって言って、えっつって。で、チラッと見たらランドセルに昨日落としてしまったそのキーホルダーみたいのが、えー、なんかランドセルについてて、で、もうめちゃくちゃ新品みたいに綺麗なんですよ。で、あ,あれなんでと思って、あ、なんかついてるねみたいな。<laughs> なんかそんなふわっとした感じ。えー、で、その友達と会話したのは覚えてますね。 えーで、ランドセル見たけど、ランドセルの中には、あの、昨日落ちたはずのキーホルダー入ってなかったし、あれはすごい不思議でしたね。まあ、ひょっとしたら、その、僕が夜寝てる時に、親がそのランドセルの中 <laughs>、こう、あさって、ああ、壊れちゃってる、じゃあ新しいのつけといてあげよう、みたいな感じでやっといてくれたのかもしんないですけど、 うーん、でも、まあ、それ、二つもなかったですしね。で、まあ、多分、ランドセルもあさってないでしょうし、だから、うん、どういうことなのかなっていう、なんか、記憶はありますね、そういう思い出は。その、当時使ってたランドセル捨ててないんで、まあ、今でも多分、実家にあると思いますね。キーホルダーついてるかどうかちょっとわかんないですけど、うーん。 まあそんなことを思い出しながら読ませていただきました。はい。ということで、本日のどのお話も本当に興味深く読ませていただきました。読ませていただき、ありがとうございました。<noise> はい。 ということで今回もここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございましたこの動画が少しでも良かったら高評価そしてチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたしますいつも本当にありがとうございますえー、そして新しく始めたチャンネルもつ平坂怪談インタビューチャンネルですけども えー、そちらのチャンネルの URL も概要,欄概,概,概,要欄 <laughs> 概要欄に貼ってありますのでよかったらぜひチェックしてみてください、はい、ではまた次のお話でお会いいたしましょうごま団子でしたおやすみなさい